いはいはい、まあそういうわけで国王なんですけどね、いやーほんと頑張ってまいりましょう。まあ国王としてはこれからバリバリに頑張っつって世界中むっちゃくちゃにしたろうかなとか思ってるわけなんですけど。あの国王様どうしたんですか。なんか用か、貧乳男女、少しはパイオツを大きくする努力をしなさいよ。お前は何そのまな板舐めてんの。ひどい、こんな屈辱火炙りの時以来。ああ泣くでない。貧乳はステータス、世の中にはマニアはいるって。どんまい。マジですか。マジですって。嘘です。巨乳こそジャスティス。私が作る国は巨乳による巨乳のためのおっぱいランド。貧乳はしねえ。明日までに最低90の G カップぐらいにしてこい。何言ってんですか。ジャンヌに謝りなさい。アナスタシアって一文字足してアナルスタシアって書くとすごくエロそうなので超淫乱っぽい。明日までに解明してこい。死ねー。国王軍壊滅か。皆さんこんにちは。さあ今日も頑張ってじゃんじゃんバリバリ世界をガンガン滅ぼしていこうと思っております。さすが国王様バネー、マジやっちゃってくださいよ。憧れちゃうね。とりあえずそこのバレー部の首相っぽい短髪娘とペドでショタでリョナで鬼畜の性癖40区っぽいデカブツドリフぶっ殺してこい。誰がバレー部首相だ。ジャンヌ、俺こいつ殺す。嘘なんか言ってないじゃん。お前ロリペドでショタコンで鬼畜リョナでド S の殺人鬼のド変態の青ひげボーボーの犯罪者の正当作者じゃん。いやあれは100年戦争帰りの PTSD で、私は変態などではない。神に誓って。神だ。神は神でもこちとら青年誌じゃ。こらヤンキー舐めてんじゃねえぞ。お前みたいな歩く青少年条例違反、少年が放射はスルーで OK だけど、世界のユニバーサルじゃコンプライアンス的にギリギリなんだよね。なんか一つでも間違ってますか、あなた。確かに引くわ。はっ。今日にいたら間違いなく新選組が切り殺すレベル。なんか臭い。みんな仲間、仲良し廃棄物チルドレーファン。よい子のみんな、あっちまれ。今日も京都で怒り狂ったこの私国王が勢いに任せて世界を片っ端から滅ぼしまくりたいと思うの。国王様、お願いがあります。うん、胸の大きさが中世ヨーロッパの暗黒時代の娘。何でも言ってみんしゃい。あの、みんなには内緒ですよ。その国王様、あの変な竜の体、案内したり傷直したりするでしょ。あれね、中島聖之助もびっくりのナイスな精度が取れましたよ。それがってことは他人の肉体自在にいろいろしたりできるんですよね。じゃあ私の胸も大きくしたりとかできたりしないかなとか思ったりしたり。うん、改造したいの。ただで、国王軍ということでダータでパイオツ改定に。
皆さん聞いてください、この女タダでおっぱいでかくしてくださいだってさ、バカじゃないの。国王軍全軍につける、よく聞け、ジャンヌがおっぱいでかくしてくれとかこの私に言ってました。これどう思う。いや、ジャンヌどれかゲームホームリクエストへと転んだら、うん、拡散希望。おっぱいは自然が一番。壊滅のためにも人心を得るためにもね、ここは一つ音楽活動をかましたい今日この頃です。いいぞジャンヌ、いいぞ、どう見てもお茶の水にいる楽器店の店員だ。想像してたよりずっと店員だ。なんかこの格好嫌です。なんでなんで。とにかくすげー嫌。おいおいジャンヌ、おめえコミックス4巻で出番がないのは哀れんだ。キングの心がわかんねえのか。あんた、世界の滅亡、国王の渇望、その力まさに最強、この街でのし上がるぜ東京、人類敗滅願望、それ俺のお歳暮。 Yo, check it out, yo. バイオスまさかの補強、この歌で乗り越えるぜ故郷、舐めてのファクセイドーダッセー、共に歩めればそいつただの肉、飢えたゴブリンも君と同じ度、人にとって代わりこの世ジョジョ、